けん。朝です。ジャン君、おはよう。かわいい。ジャン君はめっちゃ甘いモードです。はい。ジャン君。はい。かわいいよ。ジャン君。ジャン君、ジャン君。いい子だね、ジャン君。はい、いい子ね。かわいい、上から見るとかわいい。かわいいね、ジャン君。いっぱい甘えてるな。噛んじゃダメよ。はい、ポンちゃん。ポンちゃんも今朝は甘えモードです。ポンちゃん。はい、向こうでジャン君泣いてるよ。はい、ポンちゃん。ポンちゃん、いっぱい甘えるようになってね。まだちょっと遠慮があるよね、君はね。今度はジャン君に交代ね。ジャン君、ジャン君はもう 100% 甘えん坊だね。はい。はい、ジャン君。はいはい。今日はですね、オープンマイクなんですけれども、初めてですね、一緒にやろうよという声がかかり、結構難しい曲ですが、まずはスペインね、これを、ちゃんと歌詞が歌えるかやっているところです。 YesterdayJust a I can't remember the name of the same but the reason wrong. うわ、喉潰すわこれ。ただいま帰りました。ジャン君、だいぶ待った。結構遅くなっちゃったね。今12時近いんだよね。はい、パンちゃんは袋に甘えています。今日もですね、差し入れもらっちゃいました。ありがとう。すいません、本当に、申し訳ないっす。ありがとう。そうそう、はい、今度は開けてみます。マジックテープ、よくね、お弁当とか子供がさ、お弁当持っていくときとかにも使えるやつだと思うよ。かわいいよね。書いてあるし、かわいいよね、かわいいよね。お、ニャンコたちのだ、ニャンコの柄だ。出た。
た話題のやつ。そうだ、うちのスーパーにはまだね、うん、なかったよ。まあちょっとペットショップの方まで昨日は行けなかったんだけど、まだないなと思って、今のやつに買っちゃったとかだったけど、すごい。あ、これもナチュラルキスだって。これも出たんだもん、プチのナチュラル系の。すごいね、ポンちゃん、りゃんくん、ポンちゃん、いいのもらっちゃったよ。すごい、よかったね。まだあるよ。これは、よいしょ。今日はライブの日だったんですね。そしてライブのに来ていただいた上にお土産までもらっちゃったんですね。お、あ、生姜、国産生姜のジンジャーエール。ジンジャーエールだ。へえ、すごいね。そんなのあんだね。ちゃんと生姜の味がするってか。そうだね。よかったね。ジンジャーエール好き黒木としては、よいしょ。2つもあります、はい、ありがとう、ありがとうございます。よかったね、ジュン君。あ、それは果物を言ってさっき言ってたよ。すごいね。はい、生物までもらってしまいました。よいしょ。なんかちゃんと可愛いお花の、そう、なんかあれしないようにって、うん、あのダメになる、何、傷まないように、うん、箱に、ね、ほら傷とかこう当たったりするとね、傷んじゃうから、わざわざ段ボールに入れてくれました。よいしょよいしょ、うん、よいしょ。の入れてくれて、うーん、うわ、でっかい洋梨、ラフランスかな、ラフランスってことだよね。あ、アケビさんだよ、すごい綺麗な色。珍しいもの、ありがとう、ありがとうございます。ラフランスはね、なんか、うん、まだ日本に、日本にっていうか、まあ、できたばっかりの頃にね、うちコマーシャルのお手伝いしました、うん、テレビコマーシャルでムーミンを動かしましたよね。でも、そしてアケビはあんまり食べたことがない。私もなんか子供の時に食べたことあるかな。なんかなってるのを、うん、アケビじゃなかったかな、なんかイチジクとか、うん、アケビとかビワとか、うん、あとなんだっけ、ザクロ、うん、とかはだいたいなってるやつを、うん、どこかのうちが作って、あのお庭とかになってるやつをなんかもらうものって思ってた、うんうん、どうもありがとうございます。いろいろ、ね、こんな大きいラフランスすごいよ ね、うん、そうね、こんな大きくなかったよね、前ね、うん、最初の頃のちっちゃかったね、うんうん、はい、ありがとうございます。あそこにお礼を言いたい人が今来ました、はい、ポンちゃんよかったね。ほら、ポンちゃんの好きなクリスピーキスだよ。はい、ポンちゃんよかったね。後で食べようね。はい。はい。はい、今のはお礼でございます。よかったね。そして、ジャン君。ジャン君。ジャン君、ちょっと照れてます。ありがとうっていうことだそうです。ありがとうって、ほら、ジャン君、もらったんだよ。よかったねー。